八百津発電所は、かつて、岐阜県鴨茂郡八百津町に存在した水力発電所である、木曽川本流に位置し、1911年より1974年にかけて運転された。八百津発電所は、かつて、木曽川本流に設置されていた水力発電所である、木曽川中流部、岐阜県鴨郡八百津町に位置する。岐阜県内ではなく、 愛知県名古屋市への送電を目的に建設された発電所で1906年の開発主体となる電力会社名古屋電力設立を経て1908年に着工された。しかし名古屋電力は工事途上のまま明治後期から営業する既存電力会社名古屋電灯に合併され発電所工事は同社へと引き継がれた。3年余りの後期を経て 八百発電所は1911年12月10日より運転を開始する。なお1917年までは河川名を取って木曽川発電所という発電所名であった。完成時の発電所出力は7 5 0 0ットであった。その後付属する放水口発電所の建設、水車、発電機の改造工事により出力1 8 0 0ットを要する発電所となる。 またその間の会社合併により、運営会社が名古屋電灯より東方電力に変わったが、1925年以降、基礎川開発を手掛け、名古屋方面の他関西地方にも送電する大道電力へと全出力を送電するようになった。電力国家管理に伴い1941年に東方電力から日本初送電へと出資され、 太平洋戦争後の1951年には電気事業再編成によって他の基礎川本流の発電所と共に関西電力へと継承された。関西電力の時代になると戦中から工事が進められていた丸山発電所が八尾津発電所の直上流に完成する。これに伴い八尾津発電所も取水先が丸山発電所と同じ丸山ダムへと移行するという 変化が生じた。しかし1971年、丸山ダムから取水する三つ目の発電所として、新丸山発電所が完成すると、これに置き換えられる形で、八尾津発電所は1974年11月16日付で廃止となった。廃止後、旧発電所建物は、地元八尾津町に譲渡され1978年に、八尾津町郷土館として整備された。 1998年には、旧発電所施設が、国の重要文化財に指定されている。八百発電所の運転開始は1911年で、あるが、発電所建設計画の発端は1896年まで、遡る。金松博市八百発電所計画は、1896年、春、名古屋市の企業家が、木曽川沿岸を通さし、江那郡半地村より取水して、 鴨郡群潮見村に発電所を設けるという計画を立てたことに始まる。翌1897年には、早速、岐阜県知事に対し推理券の申請がなされた。その後、数度にわたる設計変更や、推理券出願人の交代があって一時停頓するも、出願人の一人から話を持ち込まれた、鴨郡群選出の衆議院議員、金松博士が参入すると計画は進行し、 金松によって出願社間の確執は調停され、さらに東京の資本家も巻き込んだ電力会社の企業が決定を見た。金松は新会社の地盤を固めるため名古屋も訪れて名古屋財界と協議し、名古屋商業会議所回答、奥田正からの賛同を取り付け、会社発起人に名古屋財界も変わえることに成功した。奥田、金松ら名古屋電力株式会社発起人は、 1904年7月27日、岐阜県知事に対して、鴨群藩地村から八尾津町あざもろたに至る、水利券を申請。1906年6月23日になって、水利券が許可となり、同年9月28日さらに電気、事業経営許可を、低心省に申請し、11月20日この許可を受けた。この間の1906年10月22日、 名古屋電力の総会が開かれ会社が成立している。会社が成立したものの、翌1907年に日露戦争後の反動不況が発生してしまい、1908年まで約1年の事業中断を余儀なくされた。1908年1月7日に気候式を挙行するも着工後も難工事が続き、ことに水路水道工事が混乱を極め発電所の完成を、 さらに遅らせる結果となった。開業の遅れや工事費の肥大化に名古屋電力が苦悩するのを見て、名古屋における既存電気事業者である名古屋電灯は名古屋電力の合併に動き出し、1910年10月に名古屋電力を吸収した。合併の結果、八王津発電所の建設は名古屋電灯に引き継がれた。翌1911年6月。 発電所の水路工事が進行した。これを受けて仮通水を始めるが、水路の一部が崩落する事故が発生する。水路の修理は同年10月に完了し、通水を再開すると、今度は無事に通水できた。ついで電気工事も進行したため、11月5日から低心症による検査が始まった。ところが14日、検査中の二号水車のケーシングが破裂する事故が、 発生し、検査に当たっていた、低身症技師と発電所作業員の2名が、即死するという事故が発生した。事故の調査報告によると、ケーシング破裂は、水撃作用が直接の原因で、ケーシングの強度に欠陥があったことが由来とみられると、いう。排水後、水車、発電機2台分について、検査を、続行、11月30日に、低身症の仮使用認可を得た。 そして名古屋市内配電用変電所の完成を待って、翌12月10日、送電開始にこぎつけた。その後自己水車の修理と未完成の水車、発電機1台も完成し、1912年7月までに全設備の使用が開始されている。なお発電所の名称は当初、木曽川発電所であったが、1917年6月1日より、八尾発電所となった。 完成した八百発電所の出力は7 5 0 0ットで、その発生電力は6 6ルト送電線にて、名古屋市郊外萩の村の萩野変電所へと送電された。この八百変電所は、長良川発電所とともに、名古屋伝統時代は主力発電所として重きをなした。放水口発電所八百発電所は、取水口に設計上の不備があり、 降雨によって増水すると、地理役体よけが塞がり取水できなくなり、発電が停止してしまうという不具合が生じていた。このため完成後数年で改良工事が起こされ、1915年までに取水口が改修された。反対の放水口でも欠点があった。放水口が安全に配慮して洪水時の水位よりも高い位置に設けられていたため、 洪水時の水位と通常時の水位の間にある落差を発電に利用していなかったのである。この落差を利用するため、放水口にも発電機が取り付けられ、1917年5月25日に竣工した。発電所出力は1 2 0 0ットである。なお放水口発電所の設置は、発電所対岸にあった木材流送の拠点、西織網場の作業を、 温発電所の放水が死傷していたのでその対策も兼ねていたという。1921年10月、名古屋電灯は奈良県の関西水力電気と合併して関西電気となり、翌1922年6月には東方電力へと解消した。東方電力時代も引き続き改良工事が行われ、 まず建設当初より故障が頻発していた水車が1922年8月より順次取り替えられた。発電機、変圧機についても、小損事故がしばしば発生していたためこれらの改造工事も1923年より始められ、翌1924年9月にはすべて竣工した。一連の改造により発電所出力は7500。 キロワットから9600キロワットに増加し、さらに送電電圧を77キロボルトに、小圧の上でハグロ村に、新設のハグロ変電所へと送電するようになった。1924年12月、八尾津発電所よりも、上流側にダムを伴う大井発電所が新設された。大井発電所の竣工によって、八尾津発電所では、ダムの流量調整によって、 発電に影響を受けることから、翌1925年から八尾発電所の全出力を大い発電所を運転する大道電力へ一括で売却することとなった。先に触れた大道電力は、旧名古屋電灯の電源開発部門が独立した基礎電気製鉄を前身とする名古屋電灯から派生した電力会社であり、基礎側の水力開発を手掛けていた。 1920年3月、大道電力は、名古屋伝統時代に出願していた木曽川、西吉水力の推理権を許可された。この、西吉水力の発電所計画は、八王津発電所取水口の上流側で取水し、八王津発電所下流側の八王子橋付近に発電所を設置するというものであった。その後大道電力では、上流の多い発電所が、 ダム式で建設されたことから、西吉水力もダム式に改めることとし、この水利権を、二股水力、丸山水力、西寄り水力の3つに分割する計画変更を、出願した。この計画に対し、八王子発電所を運転する、東方電力でも、急遽、八王子発電所をダム式発電所に改造して、使用水量を増加する計画変更を出願。 両者の競り願いは、既得推理権の変更であるなどの理由から、大道電力側が認められ、1927年12月に許可が与えられた。許可を受けて、大道電力ではまず、丸山水力の発電所建設準備に着手した。不況のため、丸山水力の発電所着工は遅れたが、その間に大道電力では、計画を見直し、 八王子発電所を東方電力から買収して廃止し、その分、丸山発電所の使用水量を増加するのが合理的との結論を得た。そのため、大道電力は東方電力と八王子発電所買収について交渉を持つが合意に至ることはなく、丸山水力の発電所建設は不可能なため、景気回復後はまず上流の笠木発電所を建設した。 1930年代後半になって、電力国家管理の動きが生じ電力管理法が成立すると、設立が予定される国策会社日本発送電の正確から、八尾発電所の買収が容易となり、一方で大規模発電所建設が推奨されると予測した大道電力では、丸山水力と上流、二股水力を統合した出力13万5000。 キロワットを要する大規模発電所の建設計画を立案した。1939年4月、この計画は日本発送電の設立とともに同社に引き継がれた。丸山ダム電力国家管理の強化に伴い全国の主要水力発電所を日本発送電へと移管することとなったため、1941年10月1日付で東方電力は 八お発電所を日本発送電へと出資した。一方日本発送電による丸山水力開発については、1943年12月に丸山発電所の建設工事が始まった。しかし、太平洋戦争中であり、資材不足や終戦間際の混乱で1945年5月に工事が停止された。戦後の1951年5月1日、 電気事業再編成によって、関西電力などの旧電力会社が発足する。再編成に際して、日本発送電の発電所は、その所在地とは、無関係に主たる送電先の地域の会社に帰属させる、潮流主義の原則に基づいて旧電力会社に配分されたため、基礎川の発電所は、中部電力ではなく、関西電力に帰属し、八尾津発電所も関西電力に引き継がれた。 また丸山発電所工事は関西電力によって再開され、1954年4月、出力12万5 0 0 0ットの水力発電所として完成を見た。当初の計画では、この丸山発電所の新設と引き換えに、八尾発電所は廃止される予定であった。しかし戦後の電力需要の増加、特にピーク時の需要の増大に対処するため、途中で、 八百津発電所を存続して、ピーク時の発電量をより多く確保する方針に変わった。丸山発電所建設により、八百津発電所の取水口は取水ダムの脇、丸山発電所取水口の北隣となり、新取水口に合わせて、水路も一部新設された。旧八百津発電所と、新丸山発電所はさらに奥、丸山ダム近くに位置する。八百津発電所は、 丸山発電所建設当時の水準では、効率が悪く、また未利用落差30メートルを抱えており、丸山ダムを利用する新発電所に更新するならば、その出力以上の発電力が得られると考えられていた。その後1969年になり、八王津発電所の廃止して、未利用落差を活用し、下記ピーク時の負荷を受け持つ発電所として、 新丸山発電所が着工され、1971年5月に出力6万3 0 0 0ットにて運転を開始した。そしてその3年後の1974年11月16日付で、八尾津発電所は廃止された。廃止後、地元八尾津町は、関西電力に対し、発電所建物の保存を申し入れる。 発電所建物が八尾町指定有形文化財、ついで岐阜県重要文化財に指定された後、1978年には関西電力から八尾町に譲渡された。同年5月、八尾町郷土館として公開を開始。1998年5月には保存されている発電所施設が国の重要文化財に指定され、それを機に郷土館の名称も、 旧八をつ発電所資料館に変更された。取水地点は発電所上流側のメシチムラーザカビラに一致した。建設当時から取水園庭は未設置であったが、上流側の発電所建設に伴って1924年に基礎川を横断する木製、石垣造りの仮園庭が建設された。園庭の頂町は74.2メートル。取水口は、 右岸の岩盤を改作して設けられており幅6.07メートル、高さ5.46メートルで、柱で仕切って2つの清水門が取り付けられている。水路はダムによらず、所要落差を得るため長く作られており、総延長は9682.73メートルに及ぶ。全体の6割以上がトンネルで、その他暗渠、海挙、水路橋の区間がある。水路には、 おおむね2000分の1の勾配が付けられている。また、水路中間地点に陳謝池を設ける。水路の終端にある上部水槽は最大幅35.91メートル、延長70.55メートル、平均水深3.79メートルという大きさで、側面に一流式の予水路が付属する。水槽から発電所へ水を落とす水圧管は、 発電水車用を左右に2乗ずつ、冷時期水車用を中央部に2乗設置している。発電所出力が9 6 0 0ットとなった後の、取水量は1000立方尺すなわち27.826立方メートル毎秒、有効落差は46.227メートルであった。計3組保存されている発電機と、 水車3組のうち1組は1985年の国際科学技術博覧会に出展されたことがある。横軸副流渦巻フランシス水車発電所本館は、レンガ作りの2階建て1棟と平屋建て1棟からなる。本館1階には、水車、発電機室と使用変圧機室、2階には、配電盤室、平井機室を配置する。水車は、 横軸副流渦巻フランシス水車を設置。建設当初は米国モルガンスミス製の水車を設置していたが、水車ケーシングの破裂事故が相次いだことから、1923年1月よりケーシングを新造し、合わせて水車出力を4200馬力から4600馬力へと増強するという改造工事が始められた。工事は電業車が担当した。 発電機は水車直結の横軸回転回時型で容量 4375kV アンペア、電圧 6600V、周波数 60Hz。製造は米国ゼネラルエレクトリック。焼損事故が相次いだため水車と同時に改造工事が起こされ、発電機コイルの巻き替えによって容量が 3125kV アンペアから増強された。工事は 芝浦製作所が担当し1924年9月に竣工した。蒸気水車、発電機は4台設置するが、うち1台を予備として運用した。ただし、太平洋戦争中に予備水車、発電機は福井県のアスワ発電所へと移設された。水車は、霊時期用も2台あり、これは、モルガン・スミス製横軸単流渦巻き、フランシス水車であった。 八おつ発電所の放水を活用する付属発電所、すなわち放水口発電所は、主発電所の放水口に設置されていた。放水口発電所の使用水量は、主発電所よりも若干少ない24.209立方メートル毎秒、有効落差は6.667メートルで、1200キロワットの発電力を持つ。主発電所の放水は、 放水口に接種設置された放水口発電所の取水口より長さ33.33 33メートルの海峡を経て上部水槽に導かれる。水圧鉄管はなく水は水槽から直接水車に落とされる。水車は露出型の4台1組となった横軸フランシス水車であり左右2組の設置。そして水車に挟まれた中央部に 水車直結の発電機が一台据え付けられていた。発電機は横軸回転回地型で容量1 5 0 0ルトアンペア、力率80%、電圧6 6 0 0ト周波数6 0ルツなお、水車、発電機ともに日立製作所制であった。発電所入口の門中1998年5月1日付で、 発電所本館及び放水口発電所が旧八尾発電所施設として国の重要文化財に指定された。さらに7年後の2005年7月22日付で水槽、よすいろ、土地が重要文化財に追加指定された。指定物件の明細は以下の通り。ありがとうございます。